だけど収入源を10個作るチャンネル今回は VTI ではほとんどの人がファイでできないっていう話ですね、えー、VTI でファイヤーみたいなね最近本が出てきていてお金を増やすとかね、まあ、そういう本が多いなと、まあ、多くなってきたかなというふうに思うんですけれども実際問題、まあ、日本においてほとんどの人は VTI でファイヤーはできないんじゃないかというお話をしたいと思います。 で、収入源の作り方、概要欄にあります。まず告知です。すいません。まず告知をします。えー、ブログ相談サポートもやっておりまして、えー、メルマガもあります。3ヶ月で収入源を増やすメルマガです。で最後にね、えー、高額なコンサルとか、そういうのはないんで、えー、ぜひね、えー、気軽に読んでいただけたらと思います。はい。で、VTI でファイヤーの違和感ですね。うん、これすごい感じてます。で、VTI でファイヤーは、ほとんどの人が無理でしょ僕の僕の本音ですよ。無理じゃないですか。 で全ては年収次第ですよ。言っても。で、ファイヤーを願う人ほど、そこまで年収高くねえんじゃねえの疑惑があるんですよ。<laughs> はい僕は。僕はそうですから、僕はそうです。年収が、あまあ、今でこそね、いいですけど、28歳までは150万しかないわけです。フリーターなんでね。まあ、28歳の途中までか、27歳の年は150万。で、28歳はブログを始めたんで、えー、とか、ちょっと始めたんで、まあ、少し収入増えましたけど、そういうさ、天然詞の人はさ、蚊の外なわけじゃないですか。 厚切りジェイソン氏の VTI 投資資産は長期で増えます、えー、ほとんどね、長期で増えるから、VTI だけ投資しておけばファイヤーできるのは、いや、できないですよ。<laughs> できないですよ。入金力ないんだから。はい、という話ですね。で、ほとんどの人は老後用資金になります。VTI 投資は。はい。まあ、いでことか、まあそういう感じですよね。いでことか、まあ積立て偽者とかありますけど。そういう老後用の、あるいは2 3 0年後の資金になるだけで、ファイヤーは難しいですよ。だから人生は、 トータルで豊かになるかもしれませんけれども、ファイヤーは厳しいっす。<laughs> ファイヤーは厳しいですよ。はい。っていうのが VTI の感想なんですね。で、実際にシミュレーション、楽天積み立てシミュレーションっていうのがありましてね、えー。これでシミュレーションしてみますと、右の写真ありますね。5000万円の5%が年間250万円ですね。5000万円のリターン5%だと年間250万円。ってなると月収、 月収という言い方が投資でね適切なのか分かんないですけどまあ月20万ぐらいのペースじゃないですかまあそれをファイヤーだと仮に仮定しますはいちょっと計算が面倒、あのー、くさくないんで5,000万5%とかしてますけどねリターンがちょっと少ないんじゃないのとかね少なく5,000万は足りないよとかそういうのはなしにお願いしますで月10万円投資だと約23年かかるんですよファイヤーするまでに30歳から始めたら53歳です 25歳から始めたら48歳ですまあ FIRE は達成してますけどねはいで月20万円だと15年かかります25歳で始めたら40歳30歳で始めたら45歳うんまあ楽しそうですね <laughs>、はいまあ、45歳でねファイヤーできたらまあまあ悪くはないかもしれないなと思っちゃいますよね、うん、でまあ,あ付け加えますと運用金額500万円がどんどん膨れ上がっていくんでまあぶっちゃけ5000万円なくてもファイヤーできるっちゃできるかもしれないですよ はい、ただ、あくまで、何て言うんですかね。まあ、わかりやすく、うん、し,てした結果、こうなっています。で、問題はこっちなんですよ。今の生活は苦しくなるんですよ。今の生活は苦しくなります。はい。まず、本当にこれだけのお金を運用できるのか、ということですよね。で、例えば月収30万円だとしますね。で、投資を毎月10万円しようと思ったら、使える金額20万ですよ。 でそこれは果たして可能なのかそして月収30万で20万円積み立てしてやるんだ。残り10万円ですよ。<laughs> まあさ,さすがに月収30万円の人で20万円運用できる人はいないと思いますけど。まあでも計算上そういうことですよね。本当にこれができるのかということなんですよね。だから結局年収がものを言う世界になるんですよ。ね、結局は稼ぐ力。厚切りジェイソンさん。 ののあれは本当に投資でファイヤーなのと思ってます僕は本当にあ,そあれは仕事でファイアしたんじゃないのっていう高年収の仕事について投資できたからファイアできたわけであってじゃあ我々凡人年収500万以下の我々凡人は本当に同じ方法でファイアできんのいや俺はできないと思うっていうのがこの動画の趣旨ですで理解しておきたいことですね VTI 投資は入金力は全てです、ぶっちゃけ。厚切りジェイソン氏や、ね、中田敦彦氏とか、あの芸能人は、億稼いでるはずですよ。多く稼いだら、ファイヤーできます。VTI 投資じゃなくてさ、あの債券とかだってできるんじゃないですか。債券ファイヤーみたいな。債券でファイヤーする方法みたいな、できるでしょ。すごい稼いでいれば。10億稼いでる人は、債券でもファイヤーできるんじゃないですか。ちょっと計算してないですけどね。で、あのあのアメリカの国債とか買っちゃって、わかんないですけどね。はい まあどんだけ稼いでるかはともかくとして、入金力は全てです。なので、えー、まあ、簡単にファイアできるわけですけど、じゃあ、月10万円で30歳で始めたら50代前半までかかるわけですよね。うん。どうなんだろうっていう話です。はい。で、次、VTI は投資のコアということで、VTI がダメって言ってるわけじゃないんですよ。VTI は重要です。これは絶対に重要です。VTI はもう投資のコアですから、もうコアっていうのはもう中核、核、中心ですよ。 それはそうなんだけれども、ファイヤーとして考えたときに VTI はどうなんだろうねっていう話なんですね。はい、なので VTI はやりますけれども VTI を中心に他の部分をハイリスク、ハイリターンで運用するという手法もあるんじゃないかなっていうのが僕のスタイルなんですね。で、VTI とファイヤーというお話し,しました。で、VTI は割合が大事です。例えば投資資金が100万円あったとしますね。で、100万円のうち v t i どんだけ入れるのかこれは大事ですねで若い方がリスクを取れるっていうのがあって、まあ、若い人は基本的に健康である確率高いですし、まあ、あお金全財産を失ってもなんとかなる,なると考えれば、まあ、100万円仮想通貨でも <laughs> まあいいっちゃいいわけですよね、はい、24歳とかさそのぐらいの年齢の人はさそれでもまあいいっちゃいいかもしれないですよ、はい、貯金は毎月10万円ぐらいはできるから、まあ、今は仮想通貨で遊んじゃえって、ね、それは許されるのが25歳ぐらいまでですよ、はい ただだんだん許されれななくりりまますすすけどどももそうううい考考ええ方あねるかで、はい、VTI よりもハイリスクでリターンを取りに行くのか VTI とハイリスクハイリターン投資をどうバランス取るのか言ってしまえば100万円あった時に VTI を80万円するのか70万円するのか60万円するのか50万円するのかで仮想通貨を10万円するのか20万円するのか。 えーまあ、この僕はトラリク設定研究っていうブログをやってますけれども、まあ、あれはあの2020年21年利回りは15%ちょっと超えるぐらいだったんですけど利回りじゃないごめんなさい利益率ですね正確には利益率です利益率がまあ10%まあ超えてるわけですよ株が不調だとね意外と良かったりするんで、まあ、そういうハイリスクハイリターン投資やっていますと、ね、いやその割合が大事だということですねでそのハイリスクハイリターン例えば仮想通貨で えー、例えば100万円中50万仮想通貨で、えー、仮想通貨が5倍になりましたっつったら50万円が5倍なんで250万なんじゃないですかでまあそこから税金とかまあ引かれるんですけど、まあ、それはちょっとさておき250万円をのうち、まあ、200万円ぐらい v t i に突っ込んだら入金力が上がるよねっていう話なんですよね、まあ、そんなうまい話はないんですけどそう簡単そう簡単ではないですけど実際そういうことをやらないといけない人たちもいるわけですよなので最後は v t i ってことですね なんですけども、その VTI までの道のりですよ。給料から VTI、そして仮想通貨などのハイリスク、ハイリターンから VTI みたいなね、この2通りありますよという話です。で、芸能人の方は、まあ、給料っていう言い方はあれかもしれないですけど、個人事業主で、がっぽりと収入が入るんで、この給料矢印 VTI が成り立つわけです。そしてファイヤーが成り立つということです。しかし、我々の、我々一般人はそれだけ、それだと VTI でファイヤーはできないんで、まあ一部をね、 ちょっと火遊びしなきゃいけないわけです。残念ながら。と僕は思ってます。なので仮想通貨などを持っているということなんですね。はい。で、まとめです。VTI でファイヤーは入金力はすべてだということです。本業での稼ぎによりますよ、正直。月10万円で20年間でファイヤー達成なんで、今40歳の人は残念ながら、月10万円ではファイヤーできないわけです。ね、6何歳でファイヤー達成。いや、それは退職じゃん。<laughs> それは定年退職です。というツッコミを受けますね。はい。 まあもちろん、老後資金にはなるんでね、堅実な方は VTI でファイ e というか VTI 投資っていうのはすごい、えー、僕はいいと思いますし、まあ、僕も投資の中心は、うん、中心じゃないかもしれない、今もしかしたら。でも、基本的には VTI が中心です。で、老後資金も問題ないです。ただ、VTI 中心のハイリスク、ハイリターン投資っていうのももしかしたら相なのかもしれないという話ですね、はいで。入金力がない人は何かで勝負しなきゃいけないんですよ。ファイヤーするにはハイリスク。ハイリスク投資で成功するか。 苦業で成功するるかか転職して収入を上げるかもうこの3つぐらいしかないと思いますよ。ァイヤーするんだったら。今の職場で例えば年収が400万円以下でえ投資金額が月5万円以下ってなった場合はもうファイ i r できないわけじゃないですか。もうファイヤーへの道は閉ざされてるんですよ。ってなったらどっかで勝負しましょうねっていうのは主題ですだから仮想通貨やれとかそういうつもりは全くないです。ですけど何かでハイリスクハイリターンなものをやらなきゃいけないよということですよね。 で、稼ぐ力が大きい人のファイヤーロン。凡人の参考になりません。と僕は思ってます。まあ参考にならないっていうのは言い方、言い過ぎかもしれないですけどね。ただ、数千万とかさ、億とか稼いでる人のさ、ファイヤーローンはそれは VTR だけでいいじゃん。我々凡人はさ、そんなのがないから、年末に宝くじを買うわけですよ。<laughs> 宝くじを買ってさ、毎年のようにはず外してしまうわけですよね。はい。だから、そういうね、えー、凡人はですね、 そのお金ののある人のファイアロンは通用しないんですかといってねあの全額仮想通貨にしようとかそういうのは本当に怖いんで VTI 中心のハイリスクハイリターン投資 VTI をコアに据えたい。で残りの分でちょっとね仮想通貨を、まあ、いきなり仮想通貨投資したらね大損するかもしれないんでちゃんと勉強してハイリスクハイリターン投資もやっていく、うん、これがいいんじゃないのっていうお話ですね。 はい、で僕はそのスタイルを取っています。なので仮想通貨もやってますし、えー、トラリピのような投資もやっているということですね。と、はい、いうことで、えー、今回 v t i と FIRE について語りました、えー。このチャンネルではチャンネル登録すると、なんと10個の収入源が手に入るかもしれないというチャンネルになっております。概要欄に収入の,収入の作り方があります。で、メルマガもやっておりますので、ぜひ登録してみてください。ということで、今回以上です。ありがとうございました。